はい、こんにちは、レッドスノーノです。今回なんですけれども、受領権者としての外観を有する者に対する弁済478条について解説いたします。もうここは具体例考えていただければ、まあ、すごく分かりやすい内容で、もうポイントとしてはここですね。この赤文字の部分だけ覚えていただければもう大丈夫です。で、ちょっと具体例をまず出していこうかなと思うんですけれども、まずここですね、受領権者としての外観を有する者ってどんな人なのかということです。これちょっとこちら具体例見ていただきたいんですけども、 A さんが B 銀行にお金を預けました。なんで A さんが預金者ですね。で、 A さんは銀行からお金の払い戻しを受ける権利があるわけだから債権者で、一方で B 銀行、銀行はお金をまあ預かって払い戻しの請求されたら戻さないといけないですよね。支払わないといけないので債務者という状況です。で、このような状況で C さんが A さんから通帳と銀行の届出印を盗んで、で、 C さんが B 銀行に対して払い戻しの請求をしたといった場合、 B さんから見ると C さんっていうのはこれ受領権者としての外観を有するものに当たるんですね。受領権者の受領っていうのは払い戻しを受ける権利を指します。今回の事例で言ったら払い戻しを受ける権利を有するように見えるじゃないですか。 A さんの通帳と届出印を持っていて持参してきているわけだから、あ、この人が A さんなんだって B 銀行は思い込んじゃうわけですよね。で、その状況で弁済をしてしまった、この場合 B 銀行が弁済をした、この弁済は有効になるのかそれとも無効なのかという話です。で、これについては B 銀行が善意無過失で弁済をしてしまったというのであれば、これは有効になります。弁済は有効です。一方で B 銀行が悪意だった、つまり C さんは受領権者じゃないと、まあ、つまり A さんじゃないってことを知っていたりとか、また知らなかったとしても落ち度があったといった場合は無効になります。まあ、このね、落ち度があったってどういった場合かなかなか難しいんですけれども、まあ、例えばこの届出印、実は本物の届出印じゃなくて、まあ、偽造されたものだと。で、しかもそれが届出印と今回持ってきた C さんが持ってきた印鑑、これ違うっていうのは普通に確認していたらこれ違うって分かったよね、でも間違って弁済しちゃった、こういった場合が有価質ですね。まあ、そういった場合っていうのはこの弁済は無効になりますよっていう話です。まあ、もちろん無効なんで弁済をしてお金を払い戻した場合、 C さんは何の権限もなくお金をもらっているわけだから返さないといけませんよね。 C さんは B さんにもちろん返さないといけません。まあ、不当利得の返還請求っていう話なんですけれども、返さないといけませんという話です。で、こっちの場合、まあ、今からお話しする内容は考えなくてもいいんですけども、間違って B 銀行は、まあ、C さんに弁済をしちゃったといった場合、これ有効なので、まあ、A さんは C さんから、まあ、取り戻すと、お金を取り戻すと、まあ、いった流れになります。まあ、そこまでは覚えなくても大丈夫です。ちゃんと頭に入れていただきたい部分っていうのは、まあ、受領権者としての外観を有する、まあ、見た感じこの人が弁済を受ける権利がある人だって思えちゃう、まあ、そういった人に対して弁済をした場合、債務者側っていうのは善意無過失であれば弁済は有効になっちゃうんですよと、まあ、いうところですね。この部分を頭に入れていただければ大丈夫です。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。